パーウェルター級3ラウンドマッチです。30歳177センチ、赤いグローブは画面の左側、内山雅人。もう15戦を経験しています。対してここまで5戦、178センチ、21歳の新鋭は神保克也。ふーっと一つ呼吸があります。内山、体をほぐす。そして目線は鋭く神保です。ワンワン第1ラウンド。さて中村さん、神保克也がこのプレリミナリーファイトで頭角を現してきましたね。そうですね、あの階級的にもね、あの今日はあの第2で王者決まるスーパーウェルター級 の新しい、ね、世代の選手で、こうプレリミナリーファイト中心にしっかりね、うん、実績積んでる選手というところでは、まあ、あのこれからの活躍っていうのを、まあ、期待されると思いますし、やっぱりこの、ね、サイズ感ってなかなか今の、ね、70キロ日本人のこう若い選手はちょっと少ないので、そういった意味でもこの神保選手はまたここからこう、しっかりこう上に上がってきてほしい選手ですよね。いや確かにまたこれ体がっちりしてきましたよね。もともとがっちりしている印象あったんですけど、今日はで全身鍛えてきたっていうのはこうなんかその言葉通りですよね。この太いこれ鍛え上げられた足でローキック、早く重たそうなジャブを放っていきます。青いグローブです。神保対する内山、あ今ボディ一つありましたが、内山の方はこれはトリッキーなスタイルですよね。そうですね、もう昔からこう右こう独特のスタイルというか、おお右ストレート、ぐらついた、前に倒れました。神保のパンチはストレートで、中村さんこれやっぱり威力右が、はい、あるんですね。いやパンチを見てほしいと語ったのは内山の方も同様だったんですが、内山選手ねこうパンチ合わせて、うん、ね、あのタイムよくダウン取るの結構、右ストレートクロスする狙ってますね神保選手右。そして精度も上げてということになると、はい、神保またスキルアップ、そうですね、追いかけていきます。中村さん、まだちょっとダメージ内山ありますか。そうですね、まだちょっと足元、まあでもやっぱあれですね、その前のキックとかミドルキックも良かったですね、うん、その伏線があってさらにパンチへとつなげてきます。おお、はい、天の一発、これはどうだ、立ち上がれるか内山、ふらつく勝ったのは神保克也。あまりにも鮮やかに、いやこれで連続1ラウンド KO 勝ち。このプレリミナリーファイト1ラウンド2分21秒、神保克也です。また爆弾級の KO 劇、1ラウンド2分21秒です。いや中村さん、はい、お話伺っていた最中だったんですが、やり寄せましたね。そうですね、綺麗に右の、うん、合わせですよね。2回とも同じだったんじゃないですか。ちょっと内山前のめりに前傾姿勢になったところ、はい、同じように右に、うん、同じですよね。まあでもこういうもともとパワーと攻撃力ある、選手だったんですよ神保選手、はい、ここをねしっかりこう相手の攻撃に合わせてカウンター一発で倒すっていうのは、またねこう同じ KO 勝ちでも前回ではまた違ってこうスキルアップしたところっていうのは見せられた KO 勝ちだったんですかね。いやこれ本当にこの階級ということもあって楽しみですね。ベテランを一つ乗り越えました神保克也、名前を覚えてください。